よいしょよ、ライジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、ちょっと皆さんに紹介したいとあるデッキがございますということで、今ね、グラチャルで勝率がね、めちゃくちゃ上がってるデッキがあるんですよ。ということでね、今日使っていくデッキはこちら、ラバルなんですけど、今ね、グラチャルの勝率トップ5のうちに、その3つぐらいラバルが入ってて、まあ、このラバルがね、今全体での1位なんですけど、このラバルと、あとはこの、墓石入りのラバルですね。で、この、ババの形もあれば、まあ、マイキーの形もある。まあ、どうだろう。今、エレジャイとかが結構多いから、個人的にはやっぱババの方が強いのかなって思いますね。ってことでね、まあ、今日は一番勝率の高いね、こちらの、まあ、施設なしの形、やっていこうかなと思いまして、こちらの形なんですけど、まあ、なんか、こうパッと見ると、エレジャイ引いた時に普通に負けるくないって、まあ、やっぱ思うじゃないですか。結構ね、まあ、そう思う人多いと思うんですけど、意外と負けないんですよ。そう。なので、ね、それを見せていけたらなと思います。ってことで、まあ、とりあえず、ケツラバ。このデッキはもう本当に初手にラバあったら、相手が何だろうが関係なしにラバ行きます。もう絶対行きます。いや、LSP 追加が来る。なるほどね。LSP だけだったら、これ何だろう。新エタルフグっぽいので、リガ行きましょうか、ここ、一回。で、これね、あれ？ちょっと待って。残んなかった今。あれ ?LSP でも死ぬんだ。あ、コバか。ファイスピで、あれなのは。さあ、ここはザップ打って。いや、ロイホグ釣りあるかな。まあでもね、いいんですよ。ラバル使ってたら安心。ああ !5 はありがたい。で、なんかね、次はね、どっちのサイドなんだろう。まあ、こっちを攻められると思うんですよ。なので、そこはもう捨てる。捨てる判断。もう捨てて次に、インドラーとバルーンを無理やり組んで一本っていきます。で、相手の対空はハンターとやりゴブなんで、リム5を切ったと。なので、インドラバルーンからのザップとかの形が止めらんないと思うんですよね。さあ、ここはもう無視していきます。無視していって、いや、5をそうだよな。多分ね、ここのバルーンからの、見てください、裏技。バルーン出して、端寄せ、ニョキってやると、こんな感じで端っこに寄るんですよ。そう。で、これはスケドラで多分処理することができるので、さあこんな感じで11交換。まあザップは必要ないですね、ここは。さあ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 、いいよ。まあ相手は5でまとめて処理かな。そうですね。まあなので、こっからは、ケツインドとかをして相手のロイフグを待ってから、真ん中ラバからのバルーンとか行きたいっていう感じかな。まあ、これ一回ケツインドしていって、はい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 。これ美味しいな。相手ファイブ切ったから、このババは真面目的ですね。相手ハンターってことはこれなんだろう。何読みかな今の。これ、ラバ向け、ラバ向け。あ、ラバ向いてる。熱いな。これハンター切ってる。これは裏に投げていって、あ、美味しい。さあ。で、ここで、ザップ。いや、ラバに向けたかったな、タゲ。さあ、ここにファイブ切ったら、これ真ん中ババ、ぶち刺さりますよ、これ。これ結構ね、からの、これ、スケドラ追加どう？これ。ババの暴力でいけんじゃない？いやー、ババが強い。いや、もうね、こんな感じでね、マジで、なんか序盤に一本折られかけても、なんか余裕で守れちゃうんですよね。はい。これザップで守っての GG。で、あと終盤の今みたいに、なんかファイボとかがないんですけど、意外とヤザップで、なんかこう、ダクネゴレの形とか、まあ今みたいにこうロイホグとか、最後の最後の相手の爪の攻撃に対してね、意外とそのリアザップで守れちゃったりするんですよ。そうなので、結構ね、このヤザップっていうのも、まあこのデッキのいいところだね。で、アチャクイとか来たら、もうなんか本当に逆線投げてきたホグとかを、まあババで守れたらババで守った方がいいね。ね、スケドラだと正直なんかあんまりカウンターにディガーつけないとさっきみたいに機能しないし、まあ、ファイスピデリとかでも簡単に抑えられちゃうんで、そうなんでね、あんまりやっぱ逆サイ攻められた時はババで守られるといいね。いやー、これなんかバルキリーか、まあ、バルキリー系だったら全部相性いいですね。これもう枯渇か、枯渇どうなんだろう。あー、これはベベリアンでいけそうだけど。いや、囲み込んだ方がよかったかな。ファイボとか来ちゃうかな、これ。いや、でも、ババの、ほら、見て。普通にさ、まあ、自陣だから、まあ、当たり前っちゃ当たり前ではあるのかもしんないけどさ。よいし
ここでザップって、ネクロを処理できたら幸せ。幸せ見せてくれ、俺に。幸せな、あー、幸せな家庭。俺の幸せの家庭返してほしい。あ、これ全無視ですね。これケツラバ行きましょう。いや、このサードマジ美味しいな。マジでね、1000ダメージとかでサード取れるんだったらね、もう全然無視していい。やっぱ削られてるサイドの同サイじゃなくて、逆サイ。うわー、これ全無視していいけど、さすがにか。いや、これね、インドラかババで守れんならね、守った方がいいんだけど、これ多分な、無視だった説あるね。正直。あー。まあ、これは、パピーがモワってなるんで、あれ？やばい。これディガー送り込むべきだったか？あ、やばいな、これ。あ、てかディガーなんで俺飛ばさなかったんだろう。まあまあまあ、いいじゃないですか。いや、穴目では来るかなってちょっと思ったんだけど、ザップなら、ザップっとだったらもうディガーでぶち折りだったな。まあこれも徹底して、満タンサイロ。いや、逆にこっちをね、攻められる方が嫌なんで、いや、これ美味しいな。いや、ここは一回プリンスとかが来そうな気がするんで、一旦ババでちょっと様子を見ます。あー、そういう感じね。いや、からの、これ5来ないで。本当にお願い。いや、これさ、ババラバーの形できたらマジで幸せつかめる。幸せドリームあるよ、これ。ちょ、待って、やばい、これ。ここザップで、ちょっとインドとかしができる。いや、これネクロ来んな、左。いや、なんで？なんでネクロ来ないの？これババで、頼む、連打。うん？ああ、ババめり込まねえ、あんま。いや、でもいい、なんかだんだんいい感じになって、なんならキング、折れないね。はいはいはい。まあ、ここは一旦ね、防衛から入ってあげて、いいよ。はいはいはい。これザップ？いや、これはいいな、守んなくて。オッケー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 。で、ここももう一回、後ろから入って、いや、美味しい！うわ、天国だ、これ、ここ。さあ、ここでババで囲んであげて、で、まだだな、ここ攻めて、エリババで差し違いとかは嫌なんで、こうバルーンぐらいでいっとこう。ラバまでいっちゃうと、ちょっとあれなんで、で、ここにディガーだけ飛ばしておいて、このザップの竹編。よいしょ。と、リセットで一発。いや、欲しかったけど、まあ、ネクロさえ溶かせばいいみたいなのがあるね。OK。いや、すげえな。なんか、主力カードっていうか、直接タワーを削るカードはないんだけど、プリンスエリババのゲチゲチ特攻攻めだな。これ、読み打ったとか怖いんで、ちょっと、外して守ります。こういうのも大事。気遣いね。さあ、これきつかったね。ここを端前ればいけるね。相手が攻めカードガンガン使ったんで、この寸前、すべて竹取る前に、ラバで2つとも竹取って、俺これね、キング見てるんですよね。なんで、正直キングしか見えてないんで、こうキングにバルーン飛ばしてあげて、からの、あ、そうだね。ここは防衛してあげてからのキング GG。このババがね、マジ攻撃力上がって、違う、攻撃速度上がって、本当にね、いいのよ。いい塩梅出してる。そう。だね、マイティをね、使い込んでる人はね、マイティの使い方が、ちょっと待って。そう、マイティの使い方がうまいんだけど、マイティを使い込んでない人にはやっぱね、今は縦線よりもババの時代かな。うん、本当に。縦線はね、高回転のデッキだったらいいんだけど、こういうデッキだと、やっぱなんか今、矢の雨とかもちょっといるし、やっぱなんとしても、あと、エレジャイ。もうエレジャイに対してやっぱババが強い。本当に。で、エレジャイ来たらね、基本、あ、これ美味しいですね。そう、エレジャイ来たら、ああ、ちょっと待って、エレジャイ説明させて、こうやって来るじゃないですか、エレジャイが。トコトコトコってこうやって歩いてきたら、これにスケドラかインドラ出して、トルネを使わせてから、もう一回ね、このスケドラとかインドラで対応するっていうのが強いですね。さあ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 。これいいよ。もうこれさ、だって。で、これは、ああ、オッケー。これもババで行きましょう。で、これタゲ取れるから、からの、これね、矢鍋まで打たなくてよくて、なんか、2周目のギャングとか、そういうのが、あー、なるほど。まあ、これはもう折れるからいいかな、別に。まあ、本当はね、攻めにガンガン呪文とか使っていって、ここ行くか、ギャングで処理されそうなんで、
スケドラ追加して、これ別に折るスケドラっていう感じじゃないんですけど、とりあえずラバまで回さなきゃいけない。これギャング延命来たら嫌なんで、OK。で、プリン潰して、OK ですね。で、ここゴルナイ来たら、ヤナメからのインドで守れるかな。お、これ美味しいね。はい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 。よし、OK。そう、インドラかババア単体で守るときがやっぱゲチアツ。さあ、ここはラバ行きまーす。よいしょ。キングしか見てない。本当にこのタワーはもう折られてもいい。折られてもいいから、アド取ることだけ考えます。ここは。ゴルナイドが来てもタワーに突進してからババア当てる。みたいな感じでやると、よりね、こうなんかダメージ食らうけどユニットが残って、まあ、これはインドラでいいね。もう美味しいもん。いや、美味しい。これさ、竹取ったら真ん中ババアめっちゃ強いぞ、これ。あー、これはディガー飛ばしてヤングに対してザップだね。よいしょ。 OK からの仕上げのここの5コスバルーン、これがもうね完全にこれで楽園送りになれる。さあ GG、 これ強いなー、めっちゃ良くない？これでさ、クラロワ勝てんだったらマジでいいよな。これで勝てたらもうこんなに幸せなことないもん。なんかね、やっぱ高回転のとかさ、施設が入ってたりしたら結構考えることとかあるやん、やっぱ。あるんですよ。なんですけど、これでね、もう無視許容、本当に。これだけ。逆にね、なんか全部完璧に守ろうとすると、さ、逆にその1本折れなくて、普通にやっぱ 1-0 で負けるみたいな。やっぱ施設入ってない分、巻いたんですよ。高回転防具とかに対しての防衛は安定はしないから、これもう飛ばしちゃおう。あら、また。あ、いいんだろ。ありなんだ、そういうの。オッケーオッケー。ワクワク。やべえ、これ。ちょっと待って、普通にやべえぞ。これ、やなめだな。あー、でも、ここで、普通の人だったらやばいと思うじゃないですか。俺は思いません。なぜなら、ラバルだから。いや、マジでその、お前、本当に後悔させてやるからな、今。俺を煽ったこと。ラバルだからな。気をつけろ、本当に。言葉と振る舞いには気をつけた方がいいぞ。よし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 。相手の9コスを、5コスで完封して。いや、これ絶対攻めにみ、ペプリルは。うん。うん。なんで、オッケー、これ美味しいね。これインド切ったばっかだから低めの、あ、インドじゃない、エレキ切ったばっかだから低めが強くて、うわー美味しい。でこれはキングあるからもう一緒に打って許容できちゃう。ここはラバ行きましょう。でからのここで低めのエレキが来るんで、あー、エレキ来ない派ね。でこれバルーン行っていいな。そのまんま、そのまんま行きます。まあ、これはもう2倍入るんで、で、ここはちょっと、ババを、8枚スパーキーとか、あと8枚ミニペイに対して残しておきたいから、いや、この軌道美味しいな、マジで。全然大丈夫、これは。OK。いや、これは、回復しても、エレキがいないので、OK、いいね。さあ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 。これは、ババ挟んで、でかい、これ。よいしょ、これインダラで竹取って、よっしゃ、行こう。やばい。ちょっと待って、エレキ取るのやめて、エレキ取るのやめて、本当にお願い。いや、トルネ使った？あなた。あなた使った？もあるんですね。まあ、ラバルを使ってる以上こういうこともあります。こういうこともあるんですよ。トルネファイボスパーキーダイクーとか、あー、そういうことか。オッケー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 。
まあ、そうなってくるってことか。オッケーオッケー。あ、わかりましたね。これで。そう、こういうことなんですよ。つまりは、まあ、なんだ？最初の方の防衛で、まあ、ミスっていうか、まあ、ミスではないんですけど、ちょっと、やらかしてしまった、部分があると、こんな感じでね、スパーキーに一気に行かれてしまいます。はい。なので、防衛が苦手な人、これ、墓石をおすすめしたい。墓石をおすすめしたいんですけど、脳汁を出したい人、脳汁パーティーを組みたい人は、こちらのデッキおすすめします。こちらのデッキはね、入った時に、どんどん、うおーっていうか、これやべえな。ボツかこれ。ちょっと待って。何言ってんだろう。すいません。なしでお願いしていいですか、今の。ちょっと待って。何言ってたんだ、俺。怖い。怖かったな。普通に。軽く恐怖だったもんな。今の。どんどん、まあ、いっか。はい。ってことで、とりあえず、これ相手がロケットの、最近流行りのね、これ、ミラーコカツなんじゃないですか相手は。これミラーコカツだったら、これマイティ出てきたマイティこれね、下にババとか出すと、爆発でぶち持ってかれるんで、はい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 。いいよ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 。まあこれは、多分ロケボーイが来るんですわ。ですが、あー、これは山飴。美味しい。で、ロケット咲いたので、ここは裏ディガー飛ばしたらなんですけど、ちょっとスケーで裏囲まれるのが嫌なんで、ファイスピン、あ、オッケーっていうか、これ、マジで強すぎるもん、ファイスピー。本当に、おかしいもんな、マジで。まあ、これザップっていいですね。相手がインフェとかじゃないんです、説が。うん。今のバレルを、まあ、おられるところをね、400ぐらい残せるならいいかな。いやー、これ迷うなー。左サイド行っていい気がするんですよね。俺の勘によると。俺の長年の勘によると左サイドっていう声が聞こえるんで、やっぱりね、このユニットの声を聞かなきゃいけないんですよ。僕たちって。さあさあさあ、これは隠れたら、キアが出てきて、OK。でも逆サイド行かれたら、こんな感じでね、ババで拾えるから、もう僕たちは、なんだろう、真ん中にリクユニット出すしかないんだよね。今みたいにどっちも固めたいみたいな煩悩の防衛をすると全然うまくいかなくてダメなんですよ。よいしょ。さあ、はいはいはい、よいしょ。さあ、こんな感じで左サイド折った後に右サイドも囲みに行けると。で、ここはスケドラからの、おお、バレルが来ると思ったが、さあそこにロケットを使って時にはミラーロケットが来るのかな。なので、ここはバルからのタゲ取って、ここにフキアが来る。来るだろ、フキア。来ない、来ないね。そう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 。いや、ミニどこ行ってっかさあ、こんな感じ。もう本当に攻撃のことしか考えてない。そう、これが最初に言ったね。本当になんかもう許容して許容して許容して、とにかく自分のエリクサをね、もう温存することだけを考える。これが大事ですね。さあ行きましょう。いやー、エレジャイ当たりたいなー。エレジャイ当たったらもうね、俺絶対勝てるんですよ、これ。間違いなく。俺これで、やっぱね、普通のイメージだと負けるんだけど、まあ俺だったら負けない。うん、絶対。エレジャイマジで来てほしい。お願いします、本当に。あー！最悪だ。エレジャイ来た。絶対勝てねえかんなー、これ。エレジャイ来た瞬間マジ終わりなんで、このデッキ本当に気をつけた方がいいですね、使ってる人全員。まあ嘘なんですけど、これね、普通にこれつけるじゃないですか。うわー、美味しすぎて、ビッカービッカーだ、ビッカービッケスですよ、これ。完全なる。そこはね、トルネード使うんで、はい、これ見てください。この射程外からのインドラのしばき、これですよ。トルネード使わせるとこれがあるからね。しかもここはマンババいけますね。マンビーで行きましょう、マンビーで。さあ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 、これでしかも手札も回しつつ、なんか攻撃もすごい入りそうになりつつも、はいはいはい、美味しいですね。いや、相手ね、このデッキね、マジで、相手、これは、うん、このザップで決まっちゃう。いやー、美味しい。さあ、2本取ったら、わかりますね。2
2本までは許容できるんですよ。2本折ったら。2本折られて同点なんで、とりあえずこっからも、とにかくエリクサを温存すること、これを意識しましょう。で、まあ、食らってる方のサイドじゃなくて、食らってない方ね。に捨てて、ぶち捨ててあげる。まあこれは、この辺に出して、で、トルネが来るんですよね、きっと。来ないかな。そう、もうインドラもスケドラもこの位置、この辺に出して、相手がトルネを使わないと処理できないっていう位置に出してあげる。これが大事。さあ、ボーリが来たぞ。どういうことだ？相手の対空なんだろう。さあ、アイスイズだけか、もしかして。いや、これはもう楽園送りだな、完全に。さあ、相手ボーラー切ったんで、これババ追加してあげて、もう攻めババが命なんで。さあさあさあ、ロケット来んのか、これ。やばい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 。物量がとんでもねえことになってる。これ、アイスイズの着地来るぞ。さあ、ザップで GG。これ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 。俺がやりたかったの、これよ。本当に簡単に勝てちゃうんだから、エレジャイに。さあ、わかりましたか？こんな感じでやるとね。そう。で、意識しなきゃいけないのが、例えばだけど、スケドラを出して、まあ、トルネを攻めで撃たれましたと。で、インドラを出して、まあ、ミラートルネが来ちゃうという、まあ、ところではあるじゃないですか。そう、なので、そんな人のために、ちゃんとラバルを組むんですよ。ラバルを組むと、そのバルーンの防衛に施設トルネとかを使うと、その、スケドラがね、そう、逆にもう死ななくて、カウンターにめっちゃ生きて、みたいな。そう、っていう感じになるので、ちゃんと攻めでバルーンの形を作るっていうのが大事。そう、意外とね、こうやってみるとね、もうすぐに怒ってんの。俺に話させてくれよ。ああ、美味しいですね、この迫撃。無視です。さあさあさあ、あー縦線美味しい、嬉しいな、その縦線。さあ、これ相手ガゴムレ型かな。ムート縦線と来たらガゴムレなんで、まあ残りの相手の受けは、やりゴブと、やりゴブにザップ。あと、ここにガゴムレが来るんで、追ってってあげて、はい。サクサクサク。さあ、これで完璧です。これであとは、相手はファイブを打つしかないので、打ってきたらスケドラ。完璧ですね。で、スケドラでボヨンボヨン跳ねてあげて、さあ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 、相手もブチ切れと。ファイブ切ったからね、こう、マンババだね。絶対。あ、来た。よいしょ。いや、これ見て。これやばいのよ。俺今日の動画でめちゃくちゃこのマンババやってるんだけど、このマンババマジ、えぐいんですよ、火力。なんか真ん中ジャイスキアミと似たようなものを感じる、このマンババには。しかも見て、これババだけで左のタワー折ってるからね。さあ、GG。やばいんですよ、本当に。だから相手がファイブ切って、ここに例えばバルキリーとかあったら絶対良くないんですよ。バルキリーファイボンできとかだったら良くないんだけど、今みたいにそのムーと縦線、その単体攻撃鬼詰まりじゃないですか。で、ガゴムレみたいに、そのなんか一方的にアドを取られまくるカードっていうのも処理した後なんですよね。そこでもうマンババよ。ちょ、気持ちいいんでもう一回やっていいですか？ごめんなさい、本当に。ちょ、マジ気持ちよかったな、本当。絶対負けないもんな。さあ。で、これも本当にショテラバ。ね、ショテラバあった時の勝率やばくないですか、俺。そうなんで、マジでこのデッキは、50% の確率で、その初手って、まあ、クラロはカード8枚なんで、50% の確率で初手にラバが来るんですよ。そうだから、本当に、なんだろう、50% の確率で勝てるデッキ、うん、あんま強くないね。そう聞くと。それが強いんですわ。はい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 。どれ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 、あ、これ、柳目で死ななかったな、あいつ、確か。確か、柳目で死ななかったぞ、あいつ。うわ、いて、あ、もう最悪だ、これ。いや、これ、バレルだ。俺、左に来るかなって思ったんだけど、来なかったね。さあ、ここは、相手は、今、まあ、マイティを使った後なので、まあ、バレルが来るとしても単体ですね。ここは手元に穴目が残っているので、耐え。で、次からは、相手が、まあ、施設が大砲。でもさあ、そう考えると今、高回転系の施設、基本、まあ、ドリル以外大砲なんですよ。枯渇もインフェじゃなくなってる時代なんで、いや、多分ね、こいつに対して、ね、穴目打ってしまえば、終わりなんですよ、もう。で、ミラーが来るんで、さあさあさあ、そこに対して、インドゥブからの、インドゥブからのスンドゥブをかましてあげて、からの逆性バルーンだな、これ。あ、延命きっつ、マジで。
ガチきついな、これ。延命キッズになっちゃう。このまんまじゃ、俺。あー、やっば。あ、マジか。あ、もうマジ考えらんねえな、こんなこと。うっ。あ、ひどい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 。え、待って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 。いや、マジ？ちょっと待ってよ。ダメよ、それ。ちなみに。めっちゃ残るんだね、そんな。いやー、美味しい。美味しい。いや、もうこれさ、やばくね？ちょ、待って、やばいんだけど。待って待って待って、意味わかんない意味わかんない。普通に。え、てか待って。ねえ、強いってあー、しょうもねえ動画になっちまった。最悪だ。めっちゃいい感じだったのに。はい、ということでですね。このラバル、めちゃめちゃ強いのでね、ぜひ使ってみてください。え、てか、さ、吹き矢であれ買ってんだったのに、吹き矢最強やん。なるほどね。いや、吹き矢枯渇使いましょう、皆さん。あれ、最強だわ。だってさ、対空吹き矢だけでさ、ミラーがあるだけで、施設大砲なのに勝てんだよ。やばくない？そりゃそうだよな、ね。はい、ということで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、まあ、強いデッキやったら紹介していくんで、ぜひ、待っててください。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。